ノエル。これが予言された運命。解放者を殺せば新しい世界が誕生する。ユール、そうか、新たな世界でユールと再会する、そう夢見てきたんだな。夢じゃない、この手で実現する未来だ。俺が解放者を倒せば世界は生まれ変わる。今度こそやってみせる。俺は一度失敗したんだ。あいつに勝って世界を救うと誓って挑んだ敵がいた。でもそいつを倒したせいで逆に世界を壊したんだ。あれで世界にカオスがあふれ崩壊が始まったんだ。俺がこの世に滅びを招いた。だけどスノーは俺を責めなかった。ホープは人類をまとめてカオスに立ち向かった。もちろん俺も一緒に戦った。でもどうにもならなかった。俺が引き起こした災いがもうすぐ世界を終わらせる。あの時の過ちを悔やみ続けてもう500年だ。ノエル、世界の崩壊はお前の過ちじゃない。責めを負うべきは私の方だ。誰が悪かったなんて過去の話はもうどうでもいい。俺はこれでも先を見据えてる。あの予言は明日への可能性を見せてくれた。ユールが待っている未来だ。あんたに恨みはないけどさ、予言通り死んでくれなんて勝手な話だよな。だけど死んでもらう。俺はもう500年前、とてつもない罪を犯してるんだ。あんたを殺して罪が一つ増えても、構うものか！それが全力か。神様に授かった解放者の力か。神に与えられた力か、それとも人を捨てた力かな。私はすでに人ならざる者だ。人ならざる、人でなしかよ。そうかもしれないな。私はこれまで数えきれない命を奪ってきた。まともな人間なら罪の意識に潰されているだろうが、こうして歩いている。もう一度セラに会いたい。そんな身勝手な思いだけで戦い続ける私は多分人でなしなのだろう。お前は違うな、ノエル。世界に未来をもたらすためでも、ユールに巡り合うためでも、私を殺す覚悟がない。お前はまともな人間だよ。たとえ世界を救うためでも誰かを殺す理由にはならない。心からそう思っているから、お前に人の命は奪えない。戦っても無駄、そう言いたいのか。そうだ、時間の無駄だ。世界に残された時は限られている。お前と遊ぶ暇はない。邪魔をするなら切るだけだ。ふざけんな。あんた本当にライトニングかよ。ただセラを救いたいだけの機械のような存在だ。お前を憎んでもいないのに、目障りというだけで殺そうとする人でなしだ。じゃあな、ノエル、死んでユールに会うがいい。そうだな、会いに行く。でも生きて会うんだ。ユールが待つ未来、予言が約束した未来は俺の手で切り開く。あんたを倒して切り開くんだ。予言が約束した未来、私を倒し手に入れろ。ぶっ潰す。
お前が夢見た未来は消えた。狩人が解放者を撃つ予言が崩された以上、その先に示された未来も実現はしないだろうな。勝手に終わらせるなよ人手なし。いいから待ってろ、もうすぐぶっ殺してやる。ああやってみせろ。ユールが待ち望んでいる。あんたの血にまみれた手でユールを抱きしめてやるさ。分かってるって。あんたを殺して未来を掴んでもユールが喜ぶわけがない。そんなこと花から気づいてる。気づいてるけど手遅れだ。彼女ならそうすると思った。ユールには未来を見る力があった。見たくもない残酷な未来を見て命を削られていった。多分自分がいつどう死ぬかも見えていたと思う。それでもあいつ生きたんだ。ひどい未来が終わりが見えてるのに精一杯笑ってさ。それに引き換え俺が未来を知ったらこのざまだ。予言に取りつかれてあんたを殺すことばかり考えていた。こんな俺なんかに会いたくないさ、あいつは。だが壊してしまったら。この方が未練がない。予言は果たせなかったんだ。ユールにはもう会えない。今、何か。ユール。導きに従って、あなたの魂は未来へ行ける。もうすぐ会えるよ。許してくれと言うつもりはない。俺はあんたを殺す気でいた。私がそうさせたんだ。500年の間積み重ねた思いを解き放ってほしくて追い詰めてしまった。その償いはする。ユールの言葉通り、お前を未来へ連れていく。全てが生まれ変わる新しい世界だ。それは神が作る楽園なのか。そうじゃない。当たり前のように生きて暮らす人々が力を合わせて築く世界だ。居場所はないな、闇の狩人には。
約束。新しい世界が始まるまでに闇とは縁を切っておく。必ずだ。約束する。